司令、小惑星帯に入りました。言われるままに紋章機についてきたが、こんなところに何があるっていうんだ。レーダーに大型艦らしき反応あり、映像を出します。アステロイドに隠れてデータの照合ができました。この A 軍の衛星防衛艦隊機関エルシオールです。エルシオールといえばこの A 軍の象徴的存在じゃないか。皇族の儀式や祭典の時にしか出てこない船だぞ。エルシオールから未確認機が2機こちらに接近してきます。なんだ、詳しく確認できるか。はい、やってみます。未確認機カメラに捉えました。モニターに映します。これが一方の機体です。色や細かいところは違うが、運送機に似てるな。それからもう一方の機体です。当たり、あれも紋章機、エンジェル隊の仲間だよ。青い方が3番機のトリックマスター、緑色のが5番機のハーベスター。これで5人全員揃ったわね。みんな、マイヤーズ司令を連れて帰ったよ。通信が入りました。接近中の機体からです。エルシオールにようこそ。歓迎いたしますわ、マイヤーズ司令。私はトリックマスターのミントブラマーシュと申します。どうぞお見せておきよ。はい、何でしょう。残念だけど違うよ。それを答えてくれる人物はエルシオールの中に。これからよろしくお導きくださいませ、マイヤーズ司令。コルテさん、もしかして何の説明もなしにお連れしたんですよ。時間が惜しかったのね。もう、どちらも大胆でいらっしゃいますこと。お話し中、失礼します。エルシオールへご案内します。連絡艇を派遣しますので登場してください。バニラアッシュ、5番機ハーベスターのパイロットです。よろしくお願いします。何か。こんな子供が隊員なのか。本当に役に立つのかね。超えてるわよ。言っておくけど、あんたたちよりはバニラの方がよっぽど頼りになるんだから。他にも同行される方はいらっしゃいますか。俺も行くのかよ。そんなものがなぜこの辺境になるのか疑問に思わないのか。着いたぞ。ここがエルシオールの中か。ようこそ、エルシオール。
お待ちかねの人物をご紹介しますわ。お前さんの疑問に全て答えてくれる人物、お前さんをここまで呼んだ人物、そしてお前さんのよく知ってる人物だよ。よう、ただいまご紹介に預かった謎の人物じゃ。バカ者、何を士官学校の生徒気分でおるんじゃ。わしの今の地位は何か答えてみ。おお、その通りじゃ。知っていたとは正直驚いたぞ。おっと、カンニングはいかんな、カンニングは。しかし、お前らしいの。そういう抜け目のないところは変わっておらんようじゃな。褒められたと思っておるのか。本当に変わっておらんの。しかし、安心したわ。やはり、わしが見込んだ通りの男に育っておる。さて、立ち話はこれぐらいにして、わしの部屋に移ろうかの。エンジェル隊の諸君、ご苦労じゃったな。ゆっくり体を休めてくれ。タクト、レスター、ついてこい。まあ、楽にしてくれ。さてと、どこから話そうかの。その様子だと、エンジェル隊は全く事情を説明しておらんようじゃな。困ったもんじゃ。そうか、第二方面軍も壊滅か。クリオムまで来ればなんとかなるかとも思ったが、やはりダメか。最初の予定通りローム政権まで行くしかない。できておらんよ。そうであればまだマシだったんだが、トランスバール本性はすでにクーデター勢力の手に落ちた。あっという間じゃったよ。正体不明の艦隊の接近を最初に発見したのは第一方面軍の駐留艦隊。情報の裏付けをしている間に本性の防衛ラインが突破され、軌道上からの攻撃で首都は壊滅に追い込まれたのだよ。王宮は真っ先に破壊された。中におられたジェラールというのが王族の言葉で、その時レオニアがクーデターを起こした動機は、自分を追放した一族への憎み返し、支援隊のやつ。少なくともわしにはそう見える。首都を制圧した後、レオニアは声明を発表した。簡単に言うと、行為を継承するらしい。あからさまな行為の簒奪じゃな。レオニアの背後には王国軍をも寄せ付けぬ武力がある。どこでそれを得たのかは分からない。ともかく、その圧倒的な力を前にしては、本性の人々も、おとなしく、エオニアに従うしかなかったじゃろう。アルカズ城から攻撃されるかもしれないと思えば、それもやむを得ないでしょう。エオニア軍という存在が王国に戦争を挑んだと言っても過言ではなかろう。お前たちが遭遇したように、エオニアは
王国全体に着々と勢力を広げようとしておる。わしらもここへ逃げ延びてくるまでに幾度となくエオニア軍との戦いを繰り広げてきたのだ。それはわしが月の聖母シャトヤーン様よりある使命が託されたから。実はそれこそが重要な問題だな。エオニアは本性のみならず白き月をも武力で制圧しようとしたのだ。とりあえずはご無事じゃろう。わしらが脱出する際、シャトヤーン様は白き月全体にシールドを貼られたからな。エオニア軍にも手出しできまい。それなら安心しました。シャトヤーン様のこともそうですが、エオニア軍に白き月のロストテクノロジーが渡ったら、それこそ始末が悪い。エオニアが光球を焼き払った直後、シャトヤーン様はわしを召して言われた。エルシオールと紋章機、二種のロストテクノロジーを貸し与えるゆえ、何としても務めを果たせと。白き月には一人の皇族がおられたのだ。本世での事件によって今や唯一の生き残りとなったお方だ。そのお方を安全な場所までお連れ申し上げること、それがわしに託された使命じゃ。シバ王子という名前を覚えておったの？ジェラール陛下の子供の一人だ。エオニアとはいとこも。それぐらい覚えとけ。シバ王子は確か10歳になられた。もっともあまり話題に上ったことがないから覚えていないのも無理だ。しかしルフト准将、そのシバ王子が白き月にいらしたとは知りませんでした。わしも今回の件で初めて知ったよ。シバ王子はジェラール陛下が庶民の女性との間に設けられたお子でな。こんな言い方はなんじゃが、王族の中ではあまり重きを置かれていなかったようだ。そういえば母親の素性すら公表されていないんですよね。公式行事でもほとんど見かけた記憶がない。密かに進化に下されて誰かの養子にでもなったかと思っておったが、白き月で養育されておったとは知らなんだ。しかし今や皇位継承権を持つのはシバ王子ただお一人じゃ。何としてもお守りせねばならん。タクト、レスラー、ちょっとこれを見てくれ。これはトランスバール公国領内の星系図。この図の上部中央にある印が本性のあるトランスバール星系。その右下の印が我々のいるクリオム星系。そしてこれから先は左下にある印のところ、ローム星系を目指すつもりでおる。エオニアに反抗する勢力がローム星系に集まりつつあるという情報をつかんだのじゃ。あの辺りならまだエオニア軍の手は及んでいまい。多くの戦力が残っているはずじゃ。なるほど、そこへ合流して反撃態勢を整えようというわけですか。そういうことじゃ。ロームならばシバ王子を安全にお守りできる。ああ、そうそう、近いうちにお前たちもシバ王子にお目通りが許されるじゃ。王子はこの騒ぎで少し気が立っておられるので、ご挨拶する際は失礼のないようにな。お前、これから王子を守ってエンジェル隊を率いるのじゃ。ご尊顔を拝んでおいて当然じゃろう。
前がエンジェル隊を率いて千葉王子をお守りするのじゃ。どうじゃ、やってくれるか、タクト。頼みを引き受けてはおらんよ。わしでは責任が持てぬものでな。艦隊を率いて大規模な戦線を戦い抜くというのならいくらでもやってみせるが、エンジェル隊の指揮を取るのはどうもダメじゃ。好き放題に飛び回る5機の紋章機を使いこなす自信がない。だからシャトヤーン様にはこうお約束した。自分よりもこの任務に適したものが見つかるまで王子とエンジェル隊をお預かりしますと。そして真っ先に頭に浮かんだのがお前の名前で、ついにこうして巡り会えたというわけじゃ。引き受けてくれるか。よくぞ言った。それでは早速。ロックを解除しただけでドアが開きおった。皆さん、お怪我はありませんか？なんとか。いや、みんなでドアに寄りかかったのは失敗だったね。紹介しよう。彼女たちがムーンエンジェル隊じゃ。ミルフィーユ桜庭です。よろしくお願いします。ランフフランボワーズ、よろしく。改めてご挨拶申し上げますわ。ミント・ブラマンシュと申します。私はフォルテ・シュトーレン、エンジェル隊のリーダーだよ。バニラ・アッシュです。今日から彼女たちがお前の部下というわけじゃ。さっきのやりとり聞いててスカッとしたよ。その心意気がありゃ安心できそうだね。まあ、決断の速さは一応褒めてあげるわ。よろしくお願いします。いかん、ここも敵に見つかったか。倒しても倒しても次々に新手が現れる。これがエオニア軍の不気味なところじゃよ。そういえば、さっき撃退した艦隊は無人だった。どこかで大量生産でもしてるのか。しかし、ともかくエンジェル隊は出撃に備えて格納庫へ行け。タクトとレスター、お前たちはこっちじゃ。エルシオールのブリッジへ案内する。ここがエルシオールのブリッジじゃ。このアステロイド帯に向かって敵が接近中です。それと敵艦から通信が入っています。通信？珍しい。今までは無人艦ばかりじゃったと。あ、それから本日ただいまより司令官はこのタクト・マイヤーズじゃ。え、そうなんですか？詳しい話は後じゃ。二人ともタクトに挨拶を。のアルモです。よろしくお願いします。レーダー担当のココと申します。よろしくお願いします、マイヤーズ司令。了解しました。はい、マイヤーズ司令。うん、うん、
ンスバール公国、我が輩はレゾン・メア・ゾン少佐である。旧体制に尻尾を振る犬どもに次ぐ、直ちに我々に投降し、エルシオールと恩賞儀を引き渡せ。そうすれば命だけは助けてやろう。我々は寛大なの。許すぞ、我々は寛大だからな。してどうする。本当に変わっとらんのタクトよ。我々に怯えるあまり部屋ず口を叩いて空元気を装おうとしておるな、哀れな広告の飼い犬め。だがその手には乗らんぞ。降伏するのかしないのか、どっちなんだ。おとなしく投降すれば我が輩のようにエオニア様に取り立ててもらえたかもしれないもの。だがお前たちは自らその望みを絶った。己の愚かさを悔やむがいい。紋章機といえども多勢に無勢、たったごく何がね。その船ともども宇宙の塵にしてくれるわ。通信切れました。マイヤーズ司令ってすごいですね、いろんな意味で。うん、まあな。おめでたいやつだな。まったく。それにしてもさっきの話からするとあの敵はエオニアに寝返った軍人のようだ。お前が言っても説得力に欠けるな。そう言うと思ったよ。ご指名を受けたのはお前だけだが、ま、引き受けておく。どっちみち俺以外にお前の補佐が務まる奴はいないんだ。付き合ってやるさ。